最終話の日時と明日、現在物語も佳境に差し掛かりクライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで最も注目されているのが最終話の日時と明日。史上最高の発行部数5億を超える歴史的大作ワンピースはすでに1000話を超えており、現在は最終章に突入しています。ではいつ最終話を迎えるのか、そして最終話は具体的に何話になるのか、今回は過去のデータや小田先生の発言、単行本の収録話数、さらには残っている伏線など数多くのデータを綿密に分析して徹底的に考察していきたいと思います。ということで今回はワンピースの最終話の日時と具体的な話数について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1079話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見ている方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。2022年7月で連載期間が25周年を迎え、1000話以上連載されているワンピースなんですけども、1000話に到達した2021年1月に小田先生が出したコメントによれば、最終章に足を踏み入れているということが明らかになっているんです。そこで読者が気になっているのはワンピースがいつ終わってしまうのかということだと思います。これについて最も有力な説はというと、120巻第1200話で最終話を迎えるというもの。この説について簡単に説明すると大きく3つの理由が挙げられます。まず1つ目は第1話と601話のリンク。第1話のタイトルといえば、そう、ロマンスドーン冒険の夜明け。そして第601話のタイトルはロマンスドーン for the new world、 新しい世界への冒険の夜明け。このように第601話が完全に第1話を踏襲する形でタイトルが付けられているため、第1話から第600話までが前半、第601話から第1200話までが後半という見立てが一般的になっているんです。さらに第1話が収録されている単行本1巻の表紙と第601話が収録されている単行本61巻の表紙が全く同じ構図で描かれていることから、120巻で最終話を迎えるという見立てもされているんです。次に2つ目はワンピースが切りのいい話数で節目を迎えているということ。具体的に挙げると、第100話では後にルフィの父親であることが判明する革命家ドラゴンが登場、第300話では空島編でエネルを倒した後の宴が催されており、さらにそこにはニカのシルエットを意識しているように思われるルフィのシルエットが描かれていました。続いて第500話、ロジャー海賊団ナンバー2冥王レイリーが本編初登場。そして先ほども説明したように第601話ではロマンスドーン for the new world、新しい世界への冒険の夜明けと銘打たれ、新しい冒険が幕を開けています。そして第701話では麦わらの一味がドレスローザに上陸しており、第800話では麦わら大戦団が結成、そして第1000話ではルフィ対カイドウが勃発と、こんな感じで霧のいい話数の時に小田先生は何かしらの仕掛けを施していることがわかるでしょう。このことからも第1200話で霧よく最終話を迎えるという説が補強されていると言えるんです。そして3つ目はですね、小田先生の発言。2016年7月23日にフジテレビで放送されたまさかの神降臨、小田栄一郎が初めて語るワンピースの真実に濱田岳も驚愕スペシャルにおいて、小田先生はこのように発言しています。結末までは7割の段階、放送日の時点で単行本82巻が発売されていたため、82巻を7割だと仮定すると第117巻あたりで完結するという計算なんです。続いては2018年7月21日発売の朝日新聞でのインタビューにて、小田先生はこのように発言しています。物語は 80% まで来ました。この直前に発売されたジャンプでは第909話が掲載されていたため、単純に計算すると1136話あたりで完結するという計算なんです。この小田先生の発言はどちらも厳密に答えているわけではないんですけども、単純に計算してみても120巻1200話とは誤差の範囲内にあると言えるでしょう。ということで以上3つの理由から、120巻1200話で最終話を迎えるという説が定説となっていたんです。ここまで説明してきたことからすれば、120巻1200話で最終話を迎えるというのが一番綺麗な終わり方のように思えるんですが、結論から言うと120巻1200話では終わらない可能性が高いと思われます。その理由は大きく6つ。まず1つ目は残りの伏線の多さです。全伏線回収開始。単行本96巻の発売を記念して2020年4月に放送されたテレビ CM において全伏線の回収開始が宣言されていることから、最終話までに全ての伏線が回収されることになると思われるんですが、これまで非常に多くの伏線が貼られてきたため未回収の伏線が膨大な量になっています。そして重大な伏線を具体的に挙げるとこんな感じです。ワンピースの正体、空白の100年の謎、 D の石、古代兵器、悪魔の実の伝達条件、巨大な戦い、ルフィの夢の果て、万物の声を聞く力、イム様の正体、マリージョアの国宝、木の傷の男、地形の謎、黒ひげの体の異形、シャンクスと世界政府との関係性、ドラゴンの能力、デギーラウルフの謎、ルフィが魚人島を滅ぼすという予言、古代兵器ウラヌス、ロジャー海賊団の卵、神の騎士団。ここに挙げた
択戦はどれも物語の根幹に関わる重要なものであるため、作中で触れられないまま完結するとは到底考えられません。ワンピースでは回想シーンなどで大事な伏線が一気にいくつか回収されるということもあるんですけども、これだけの量の伏線をあとたった120話ほどで回収しきれるかといえばかなり疑問だと言わざる得ないでしょう。次に2つ目はですね、訪れると思われる場所の多さ。ロードトゥラフテルボリューム1にて麦わらの一味の未踏の都市としてエルバフ、ビラ、ハチノスの3カ所が示されています。ワンの国編が集結し、いよいよ最終章が始まるという大事な時期に示されていることからすると、この3カ所には今後かなり高い確率で上陸することになると思われます。それに加えてログポースが示す最終地点であるロードスタート、さらにはラフテル、ニューマリンフォード、マリージョアにも訪れる可能性が高いと言えます。そして新世界編に突入してからというもの、どんなに少なくとも1つの島あたり20話は掲載されているため、残り120話ほどで7カ所に訪れるのはですね、かなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。次に3つ目はですね、あと丸年の信憑性の低さ。2019年8月30日に公開されたフィッシャーズの動画に出演した小田先生は、あと5年で終わりたいと発言。また2020年8月27日放送の嵐壺に出演した時には、あと 4,5 年と発言しているため、これらの発言を信頼するとすれば2024年頃に最終話を迎えるはずだということになるんです。近年の連載ペースは年に35話ほどであるため、2024年のうちに完結するとすれば残り50話ほどということになるんですけども、先ほども説明したように残りの伏線などから考えると50話ほどで終わるとは到底考えられないと言えるでしょう。また小田先生がもともとワンピースを5年で終わらせる予定だったと発言していることからも、あと丸年という発言には信憑性がないことがわかるんです。さらに別の漫画の例ではありますが、同じジャンプ作品の銀魂では3度完結の告知の末、延期に延期を重ねて完結しているため、漫画家による完結の予告はざっくりとした目安に過ぎないと考えられます。次に4つ目は小田先生のコメント。最終章だ最終章だと、まあ煽っちゃったのは僕なんだけど、言うほどあっという間に終わったりはしませんから、肩の力抜いて気楽に読んでもらえたらいいなと思います。2022年12月18日に行われたジャンプフェスタ2023で公開されたメッセージでは、小田先生はこのようにコメントをしています。このコメントはこれまでに何度か示されたあと何年という発言を事実上撤回したものだと考えることもでき、また最終章とは言いながらも近いうちに終わるというわけではなく、じっくりと書いていくということを宣言したものだと読み取ることもできるんです。次に5つ目は単行本の収録話数。3月3日に発売された最新刊105巻では第1056話から第1065話までが掲載されており、1巻あたりの収録話数は平均すると 10.1 話という計算になっています。そのため順当に進めば120巻に掲載されるのは第1206話から第1216話となるため、120巻1200話が最終話というのはですね、計算が合わないんです。そして最後に6つ目は小田先生の執筆スタイル。2018年7月21日発売の朝日新聞でのインタビューにて、小田先生は物語が長く続く理由についてキャラクターが勝手に動くと発言し、さらに当初は仲間を1年半で全員集めるつもりだったとも発言しています。これらの発言からすれば小田先生は事前の予定に固執せず、キャラクターの動きや盛り上がる展開を優先して柔軟に執筆していると考えられるでしょう。そうだとすれば前半部分が約600話で節目を迎えたのは事前の予定通りというわけではないと思われます。そのためもともと1200話で終わるという構想はなかった可能性が高いと言えるんです。ということで残りの伏線の多さ、訪れる場所の多さ、あと丸年の信憑性の低さ、小田先生のコメント、単行本の収録話数、小田先生の執筆スタイル、以上の6つの理由により120巻1200話で完結する可能性は低いと言えるでしょう。しかし先ほども説明したように小田先生は切りのいい話数に対してこだわりを持っており、さらに第1話と第601話を明確にリンクさせていることからすれば、第1200話とですね、第1201話は作中でも最重要と言えるほどの節目を迎えることになると考えられます。したがって第1200話と第1201話ではラフテル到達およびワンピースの発見というですね、重要な局面を迎えることになると思われます。それではここからは今後確実に描かれると思われる展開から必要な話数を割り出し、最終話を予想していきたいと思います。今後確実に描かれると思われる展開の大きな軸は次の3つ。1つ目にロードポーネグリフ争奪戦、2つ目にラフテル到達、3つ目に巨大な戦い。このうちラフテル到達と巨大な戦いの前後関係が問題となるんですけども、決め手となるのが第576話の白ひげのこの発言です。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。
える。この発言からも分かるように、巨大な戦いは歴史を背負って世界政府に戦いを挑むという性質であるため、ラプテルに到達して歴史のすべてを知った後に世界政府に対して戦いを挑み、巨大な戦いが勃発するという展開になる可能性が高いと言えるんです。そして先ほども説明したように、第1200話でラプテルに到達することになると思われるため、これを前提にして予想していきたいと思います。まずはじめにロードポーネグリフ争奪戦について考えていきます。この流れの中で麦わらの一味が訪れると思われる場所はエルバフ、ギラ、ハチノス、ロードスター島の4つ。というのもですね、ロードトゥラフテルボリューム1ではロードポーネグリフである場所の候補としてエルバフ、ビラ、ハチノスの3箇所が挙げられていたため、ロードポーネグリフ争奪戦の流れの中で訪れる可能性が高いと言えます。またロードスター島についてもロードポースが示す最終地点であるため、ラフテル到達前に訪れることになると思われるため、この展開の中で訪れるのが妥当だと言えるでしょう。そしてロードポーネグリフ争奪戦の展開の中で回収する伏線はこんな感じだと思われます。火の傷の男、サウロとロビンの再会、テキーラウルフの謎、ドラゴンの能力、ナミの出生の秘密、悪魔の実の伝達条件。これらを踏まえて考えると、ロードポーネグリフ争奪戦の展開を描くのに必要な話数は100話程度だと思われます。というのも新世界に突入してから一つの島で少なくとも20話ほどかかっている以上、ウソップ念願のエルバフやクーデターが頻発しており、革命軍とのつながりも深そうなビラなど物語の根幹にもつながる重要な場所に訪れるため、話数がどうしても膨らみがちになると言えるんです。続いてはラフテル到達について考えていきます。この流れの中で麦わらの一味が訪れると思われる場所は当然ラフテルです。そしてラフテルで回収される伏線はこんな感じだと思われます。ワンピースの正体、空白の100年、 D の石、古代兵器、ルフィの夢の果て、ジョイボーイの正体。これらを踏まえて考えると、ラフテル到達の展開を描くのに必要な話数は20話から30話程度。というのも空白の100年と D の意志などはジョイボーイの正体とも関わる伏線なんですけども、これらの伏線を回収する流れでジョイボーイの過去回想が描かれることになると思います。そして頂上戦争終結後のルフィの過去回想が582話から589話までの8話、ワノ国編でのオデンの過去回想が959話から974話までの16話だったことを考えると、ジョイボーイの過去回想も10話を下回ることはないように思います。そしてジョイボーイの過去回想だけでこれらの話数が必要である以上、全体としては20話から30話程度かかったとしてもおかしくないと言えるでしょう。そして最後に巨大な戦いについて考えていきます。この流れの中で麦わらの一味が訪れると思われる場所はニューマリンフォード、マリージョアの2つ。そして巨大な戦いの中で回収される伏線はこんな感じだと思います。イム様の正体、マリージョアの国王、地形の謎、黒ひげの体の異形、シャンクスと世界政府との関係性、ドラゴンの能力、ルフィが魚人島を滅ぼす。これらを踏まえて考えると、巨大な戦いの展開を描くのに必要な話数は70から80話程度だと思います。というのも世界をひっくり返すほどの巨大な戦いだと言われている以上、マリージョアの頂上戦争よりもはるかに大きい規模の戦いになると思われるんですけども、インペルダウン編と頂上戦争編で合わせて60話ほどだったため、どんなに少なくとも60話は超えてくると思います。また25年以上渡って連載を続けてきたワンピースのクライマックスなので、史上最高の盛り上がりで描かれることは間違いないと言えます。ということで3つの展開に必要な話数を全て合わせると200話から210話ほどになると考えられるでしょう。以上のことから導き出されるワンピースの最終話は第1300話だと思われます。そして年間の掲載話数から逆算して考えると、第1300話の掲載時期としては2029年7月が妥当だと思います。そして7月といえばワンピースにとっては記念すべき日、そう7月22日のワンピースの日があるんです。これほどまでに長期で連載が続き、世界的に大人気な作品へと上り詰めていることからすれば、記念すべきワンピースの日に合わせてジャンプが発売されるなんてこともあるかもしれません。2029年7月22日は残念ながら日曜日なんですけども、ワンピースの完結を記念して日曜日に発売するというですね、異例の対応を見せるなんてこともあるのではないでしょうか。さらにこれまでのジャンプ作品では最終話掲載時に表紙を飾った作品はたったの2つ、スラムダンク、こちら葛飾区亀有公園前発祥のこの2つだけです。しかしワンピースの功績を記念して表紙を飾る伝説的な最後となるのかもしれないんです。以上より結論としては、2029年7月22日発売、週刊少年ジャンプにて表紙を飾り、第1300話で最終話を迎えることになると思われます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では